はい、まこでございます。今回もよろしくお願いします。ドラゴンボールシリーズ5つ目、ドラゴンボール Z3 烈戦人造人間をやっていきます。前作の続編ですね。いいね、久しぶりだ。スタート。これまでのあらすじ、死んだ仲間たちを生き返らせるためナメック星やってきた Z 戦士たち。しかしそこにはドラゴンボールを狙うフリーザ一味がいた。フリーザの手下たちを打ち破り苦労の末ドラゴンボールを集めた。その途中かつての敵ベジータが仲間に加わった。ポルンガを呼び出し仲間の復活に成功した Z 戦士たち。だが永遠の命を諦めるほどフリーザは甘くはなかった。地球人に出し抜かれフリーザは激怒した。しかし Z 戦士はかなりのパワーアップをしていた。さらに悟空はついに伝説の超戦士スーパーサイヤ人に変身したのである。きた、衝撃でしたよね。この逆立って金髪になるっていうかっこよさ。地球とナメック星のドラゴンボールでみんなを生き返らせ地球に運んでしまおうとした。しかし悟空は残りフリーザと決着をつけようとした。貴様だけは絶対に許さねえぞフリーザ。バカなやつだ。おとなしく地球に戻れば死なずに済んだのに。まず能力を見ましょう。烈戦人造人間から見る方のために説明しますと、 M1 ってのがよくわからないけど、 L33 はレベルですね。で、前2作に存在した戦闘力 BP が廃止されましたね。 HP はいいとして、KI は必殺技を使うために必要な値で、ドラゴンクエストでいうマジックパワーみたいなもんです。キャラの下にある漢字は流派ですね。悟空は3つだ。はい、カードの左上にある星の数に攻撃防御が統合されて Z が一番強いです。それで右下にあった関数字が廃止になってイベントマークになってるんですけど、それはまた後で説明します。カードの真ん中に書かれた漢字は流派で、キャラと一致するとこのように点滅し必殺技が使えますね。エネルギー派。お、アニメーション早すぎて何してるか分かんねえな。次にこのキヨネルってのは、それをしないと使用できない必殺技があって、エネルギー派、複数エネルギー派はそのまま打てますね。今みたいに気を練っているターンは攻撃できず無防備状態です。あ、悟空の下に気練るって出てますね。これで必殺技を見るとスーパーカメハメハが打てるようになってますね。やってみましょう。お、超能力いけ、かっこいい。フリーザを倒したぞ。俺も急いで脱出しなくては。悟空はフリーザの宇宙船に向かった。ナメック星の爆発まで時間がない。クソ、動け、動いてくれ、チクショー。宇宙船は動かないままついにナメック星の爆発の時が来てしまった。悟空に絡まないと知ったフリーザはナメック星を爆破してしまった。果たして悟空は死んでしまったのだろうか。その頃地球ではみんな無事に到着していた。あれ、ここは地球？なんでクリリンが生きてるんだ。悟空は何にブチギレてスーパーサイヤ人になったの。そうじゃ、シェンロンとポルンガにみんなを地球に運んでもらったのじゃ。悟空の姿が見えないようだけど、あやつは残ってフリーザに最後の戦いを挑み、そして勝った。うん、僕は見たんだ。お父さんついになれたんだ、スーパーサイヤ人に。その言葉にベジータの顔がピクリと動いた。しかしフリーザのせいでナメック星は爆発してしまった。あれではもう。よし、今度は俺たちが悟空を生き返らせてやろう。そして月日はあっという間に過ぎ、再び Z 戦士は集まり、悟空を生き返らせるためドラゴンボールを探しに行こうとしているところだった。しかしそこにベジータの姿はなかった。まずメニューを見ます。アイテム、センズ、一粒食べれば元気いっぱい、戦闘不能のキャラも復活するぞ、いつでも使えるぞ。ドラゴンレーダー、ブルマが発明したドラゴンボールを探すためのレーダーだ。マップ上でしか使えないぞ。あー、右側にあるね。オート設定変更、一人ずつオートメールを設定できます。これはオートバトル時や控えメンバーの戦い方を
この4つの中から選択できるってことですね。技を使うな、弱い敵から、とにかく王と大技でいけ。後でやっておこう。並び替え、あー、キャラの左にある M123 ってのはメインってことか。 S がサブだね。で、攻撃対象になるのはメインの3人で、サブの3人は気を練る必要はなく支援攻撃を行ってくれるらしい。ただサブだと使用してくれない必殺技もあるっぽいので、まあ適当に入れ替えていきます。おすすめはメインがご飯、ピッコロ、ヤムチャ。この3人はね、サブだとあんまり役に立たないらしい。能力、ご飯、気を練らないと使用できない必殺技はマセンコ、ピッコロはマカンコウサッポ、クリリンはキエンザン。拡散エネルギー波、気を練る必要があるのか。一通り必殺技見たらクリリンサブでいいわ。ヤムチャ、早期弾、天津飯、気候法、チャオズなし。イベント解説、助かるわ。ハートマークは回復関係のイベントが起こる。 HP は気の少ない時に使おう。ブルマが HP を少しだけ、亀仙人が半分、神様が完全、カリン様が気を完全に回復、デンデが両方を完全に回復、シェンロンが戦闘不能キャラを復活してくれる。カードマークはカードの変化関係のイベントが起こるぞ。星の数が低いカードばかりなんて時に使おう。ウーロンが持ちカードのどれかと同じカードを1枚増やしてくれる。プーアルが持ちカードの星を全て1ずつ上げてくれる。エンマ大王はカードの星を1つだけ Z にしてくれる。のどかな亀ハウス、今日は何にも起こりませんでした。鉄アレイマークは修行のイベントだ。ガンガン修行して強くなろう。ただしバトル中ではできないから注意。ミスターポポの修行、ポポの動きを素早く捉えろ。海王様の修行、ナイスなシャレで海王様を笑わせろ。父の修行、父怖え。カードの星の数で勝負だ。靴マークはマップ移動に関係するイベントが起こる。バトル中に使っても役に立たないから注意しよう。牛魔王の貫禄で移動後敵と遭遇しないぞ。ただし効果は5回まで。ブリーフ博士の新発明で移動5回まで一歩で10の経験値。でも敵に会ったらおしまい。ブルマのママに誘われてお茶を1杯。カードの星が1ずつ下がってしまう。パンチマークはバトルに関係するイベントが起こる。バトル中には迷わず使おう。ただし移動中では効果がない。じいちゃんの力で1ターンの間敵は全員動けなくなる。ランチさんのおかげで1ターンの間全ての攻撃が敵に当たる。最長老様にパワーを上げてもらい、1ターンの間与えるダメージが2倍。びっくりマークは何が起こるか、ハプニングのイベントだ。いいことばかりとは限らないぞ。占いババがカードを全部交換してしまう。ランチさんが危ない。メインチームの誰かがランチさんをかばって1ターンの間攻撃できない。ヤジロベイが飛び入れでバトルに参加、敵を1人やっつけてくれるぞ。フリーザの悪の木だ。全員ダメージを受けてしまう。ポルンガは3つの願いを叶えてくれる。親切だったね。次に全体マップはこんな感じになってます。青の丸が現在地、黄色の丸はマップ右上の赤く塗ってあるところも含めてイベントで、赤い丸の基地を目指します。画面の見方なんですけど、選んだカードの左上にある星の数が移動力となります。敵とエンカウントしなければ、選んだカードの先ほど説明した右下のマークにより様々なイベントが起こりますね。これを次の目的地に到着するまでやっていくんですけど、絵的に単調な繰り返しなので見どころ以外はカットしていきます。あー、なんで敵が出るんだ。ここ地球だよね。チャオズ、超能力すごいな。全体か、もう無双じゃん。ピッコロ、魔候補、よし。ご飯、エネルギー波、ナイス。あ、そうだ、敵が必殺技を放って味方キャラの頭上にこれだ。よし、今みたいにびっくりマークが出ると同時に十字キーの上を押すと2分の1の確率で回避できるらしい。ただボス戦ではこの判定が行われないらしいです。
敵も色違いしか出てこないし、必殺技もほとんど同じ演出らしいので、イベントで発生した敵やボスキャラ以外は今後カットします。お、おい、フリーザが死んだ今なぜ貴様らが地球にいるんだ。一体何が目的なんだ。あるお方の命令だ。ドラゴンボールを探しているのはフリーザ様だけではない。クックック、あのお方がいらっしゃれば今度こそ貴様らはおしまいだ。そうか、じゃあ死ね。ピッコロはとどめを刺した。あいつらが動き出したとなると面倒なことになりそうだな。知ってる風だな。で、裏技で移動中にセレクトとスタートを押すと、このようにバトルモードを設定できるようになります。今のは 3D バトルだったんですけど、全部 2D バトルにして一回見てみましょう。戦闘画面に移行せず、マップ画面のまま。すごいな、みんなかわいい。ただダメージも見えない。体力も回復できない。カード選択も攻撃する相手の指定もできないし、この 2D よりも高速化したさっきの 3D バトルで叩いた方が早いらしい。ボスキャラクターとの戦闘は必ず 3D です。いけいけ、ご飯とどめさせ。ダメか、ヤムチャ。オッケー、こんな感じですね。海王様の修行、言葉のスロットマシンでうまく止めて海王様を笑わせるような車両を完成させよう。3回チャンスがあり、多く笑わせた方がもらえる経験値も多いぞ。さあ挑戦だ。フッフッフ、わしはよほどのシャレでないと笑わないぞ。はや、あなた運送や、運送や、もみあげをくれ。なんだそれ、全然ダメ。あなた運送や、またか、運送や、よし、うぷぷ、うはっはっはっは。お主ただものではないな。魚がおならした、ブリ、吹っ飛んだ。ミスターポポの修行だ。ある時は心を無にし、ある時は素早く動く。ポポの動きをうまく捉えろ。ポポの動きに合わせて十字キーを押せ。真ん中にいる時は何も押しちゃダメだぞ。20秒でどれだけ動きを捉えるか。 A ボタンを押すとスタートだ。さあ修行だ、来い。左、OK、上、失敗、失敗、早っ。何、右、左、なんだ、終わり、修行終了。 50% 捉えた。父がカードを出してくるので、その星の数と同じか大きいカードを出せば1回クリアだ。続けるほど成果は上がるけど、失敗してしまうと全て無駄になると。途中でやめたければ B ボタンを押してね。さあどうするだ。3、はい、ふん、これからだべ。続けるだか。2、3、 OK、 6、はい、次、7、はい、10回は行きてえな。1、はい、4、5、 OK、 6Z、 はい、3、はい、あと2回、4、いけるでしょう。はい、オッケー、終了。か、育児のね、町に行きましょう。町に到着しました。どの人に話しかけますか。おじさん、このマップではボールは3箇所でしか手に入らないよ。え、なんでそんなことを知っているのかって。それはね、秘密、謎の人。メガネ岩の中に入れるらしいんだけど、入り口が塞がっていて入れないんだ。少年、この町の北に鉱山があって、そこではダイナマイトを使っているから危ないよ。念のため手当てしてあげるよ。みんなの能力が全開した薬剤師。私は薬剤師、いろんな薬を調合しているが、材料の薬草が少なくて困っているんだ。薬草を取ってきてくれたら薬をあげるよ。わかった、出よう。メガネ岩はここだね。
む、俺の3つの目には分かるぞ。この崖は岩が薄くすぐ壊れそうだ。しかし俺たちの力ではこの山ごと壊してしまいそうだ。君たち Z 戦士なんだから手加減くらいできるだろう。何か適度な爆発物があるといいんだが、例えばダイナマイトとか。ダイナマイトより強いだろあんたら。着いた。おう、ここは鉱山だからな。いつもダイナマイトで硬い岩壁を壊したりしてるよ。え、一本欲しい？みんなには内緒だよ。 Z 選手はダイナマイトを手に入れた。見ず知らずの人たちにダイナマイトをあげるな。よし、ここにダイナマイトを仕掛けて入り口を開けよう。エネルギー波で吹っ飛ばせるだろう。というか飛んでいけよ。あったぞ、ドラゴンボールだ。 Z 選手は近くを探して E 神柱を手に入れた。そんなあっさり。もう一回来ると。もうここには用はないよ。ちなみに戦闘がご飯チャオズ以外だとセリフがこのように変わります。もうここには用はない。着いた。ほら、薬草を栽培していて、それを町に売りに行きてえだが、家の外に恐竜が居座っちまって危なくて出ていけねえだよ。なんとかならねえもんかな。あいつは食い物と一緒におかしな玉っころを食っちまって苦しんでるんだ。下剤でもあればすっきりするのによ。これじゃ商売上がったりだぜ。オラの薬草は質の良さが評判なのによ。なんなら一つ持ってくかい。 Z 戦士にそんなものの良し悪しがわかるわけはないが、薬草を一つ手に入れた。恐竜グガガガグルルル。この恐竜さん苦しそうですね。そうだな、この種の恐竜はやたら暴れ回る凶暴なやつなのに。待てよ、確かドラゴンボールは生き物に囲まれたり飲み込まれたりするとレーダーに反応しなくなるんだったよな。もしかしたらこいつが。いやー助かったよ。今ちょうど薬草がなくなったところなんだ。でお礼のことなんだけど。え、下剤が欲しいの？そんなものでいいのかい？ Z 選手は下剤を手に入れた。ありがとう。よし、この薬をこいつに飲ませればあとはドラゴンボールが出てくるのを待つだけだ。でもおとなしく薬を飲んでくれるかな。無理やりでも飲ませるんだ。それグガガごっくん。ピッコロは本当に無理やり飲ませてしまった。しばらくして恐竜のお腹がゴロゴロと鳴り出したかと思うと、山のように大量のうんこと一緒にドラゴンボールが出てきた。よし、やっぱりこいつはドラゴンボールを飲み込んでいたんだ。クリリン、ボールを取ってきてくれ。なんで俺が？お前は鼻がないから臭くないだろ。頼むから取ってきてくれよ。クリリンはしぶしぶボールを取りに行った。かわいそう。 Z 選手はウーシンチュを手に入れた。もちろんその後よく洗った。あの茶色くなってんのうんこかな。相当でかいな。これでやっと家の外に出られるだよ。よかったよかった。赤く塗ってあったのはこの辺りだよね。この向こうに何かありそうなんだが、また後で来てみるとするか。待て、ここを通すわけにはいかないぞ。 Z 選手の行く手を阻んだ門番は地球人だった。空飛んでるのに門番が機能するのか。この人地球人なのにどうして奴らの門番なんかしているんでしょう。何か弱みでも握られているんだろう。いずれにしてもやっつけて無理やりここを通るわけにはいかないな。何か手段を考えよう。何かで奴の注意をそらしてあの場所からどかすことができればな。ダイナマイトはもらってきました。セリフの変化はなかったです。で再度ここに来ると、よし、ここにダイナマイトを仕掛けて大きな音を立てて門番を引きつけるんだ。だから空飛んでいけばいいと思うんだけど。む、なんだ、向こうで大きな音がしたぞ。様子を見てこよう。門番は持ち場を離れた。行っちゃった。この隙に通り抜けてしまおう。着いた。 Z 戦車基地の内部に乗り込み司令室にたどり着いた。なんだ貴様ら、どこから入ってきた？そうか、さっきの爆発騒ぎは貴様らの仕業だな。生きては返さんぞ。チャオズ超能力いいね。ヤムチャ早期弾いけ。倒した。弱っ。カットしちゃってるけど、移動中にエンカウントした普通の雑魚でしたね。ありました、ドラゴンボール4個です。 Z 戦車司令室の中を探し4個のドラゴンボールを見つけた。よし、これでこの近辺でドラゴンボールは全部集まった。残り1個を探しに行くぞ。 Z 戦士は残りのドラゴンボールを探しに旅立った。お、次はベジータか。じゃあここまでにしておきます。高評価、コメント、チャンネル登録も
ちょっとでもしてもいいかなと思っていただけたらよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバイ。